今年も梅酒をつける季節がやってきました。梅1キロゲットしたので、今から梅酒をつける準備をしていきます。で、うちはですね、だいたい毎年2キロとか4キロとか結構大量の梅酒をつけるんですけど、今回はこの1キロだけにします。というのもですね、去年つけた梅酒がほとんど減ってないんですよね。ほとんど減ってないどころか、ブランデー、あれ全然飲んでないのかな、あれちょっと飲んだ記憶はあるんだけど、まあとにかくほぼほぼ減ってないブランデーと、3分の1ぐらい減ったホワイトリカー、こんな状況なので、今年は、2キロとかそれぐらいつけずにこの1キロだけにします。で、お酒は無難なホワイトリカーを使います。さあ、それでは早速準備していきます。まずは梅を洗って、でヘタを取って水を切るという作業からですね。これでしばらく置いておきます。6月5日に破種したケラリアピグマヤ5粒すべて発芽して、今双葉が全部生え揃って、これは新しく葉が展開し始めてますね。いい感じで順調に育っております。そして6月18日に破種したパキポディウム電子カウレ10粒巻いて、今発芽しているのが3粒だけですね。ちょっと発芽遅いかな。で、ですね、この1粒はもう双葉が生え始めていますね。こっちの2つは、根が地面に潜りかけているって感じで、発芽していないのが 1,2,3,4,5,6,7 7粒で、種が結構膨れてるのがあるので、もう少ししたら発芽するんじゃないかななんて思っています。という感じでパキポディウム電子カウレの発芽状況でした。あ、ちなみにこのパキポディウム電子カウレと先ほどのケラリアピグマーヤはリトマンさんのところで買ったやつです。こんな感じです。パキポディウム電子カウレと先ほどのケラリアピグマーヤ、こんな感じでオリジナルのタグがついてるんですよ。けどですね、これを刺しちゃうと、結構名前が埋まる感じまで埋めないと蓋が閉まんないんですよね。なのでとりあえずこんな感じで手書きのタグを今のところ刺しています。さて、次は割と地味な作業です。洗った梅をタオルで水分拭き取って、ここのヘタなところを外していくという地味な作業です。それではやっていきましょう。このヘタのところなんですけれども、たまにね、梅の中に入り込んじゃって取れない時があるんですよね。今回はうまく取れた。で、この作業を梅の数分繰り返していきます。たまにヘタがもう取れちゃってるようなものもあるんですよね。あとはですね、ある程度熟した梅だとヘタが実の中に入り込んじゃって取れないっていうこともあるんですよね。結構辛い作業です。なんかサイトの記事とかを見ると、このヘタを取ることでえぐみが取れるということらしいんですよね。じゃあヘタを取らずに梅酒にすると、ちょっとえぐみのある梅酒が出来上がるっていうことなんでしょうか。ちょっとね、試してみようかななんて思うんですけど、長時間かけてわざわざえぐみのある梅酒を作る理由もないんで、まあとりあえずこんな感じで全部ヘタを取っていってるって感じです。今回の梅は結構大玉だな。たまにちっちゃい梅とかがあって、そうすると同じ1キロでもちっちゃいと数があるんで、ヘタを取る回数も結構多くなるんですよね。それが結構つらいんですよ。しかし今回は割と梅が大玉なので、1キロというサイズに換算すると数はそんなに多くない。
という感じです。さあ、最後の梅、最後の梅のヘタを取って終了です。ヘタ取り終了。そしたらこの梅をよいしょ、この瓶に移していきつつ、この氷砂糖を入れていくという感じです。で、最後にこのホワイトリカを注いで半年ぐらい待つ。そしたら梅酒の出来上がり。甘い。氷砂糖結構好きなんですよね。甘くて。よし、氷砂糖と梅を入れ終わりました。そしてここにホワイトリカーを注ぎます。よし、今年の梅酒の仕込み終了です。これでだいたい半年ぐらい寝かせておきます。で、何ヶ月かおきぐらいにちょっと様子を見つつっていう感じですね。さあ、今年の梅酒はどんな味になるでしょうかね。楽しみです。といったところで今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかいただけるとありがたいです。ではでは。